腹で孵化した赤ん坊を必死に抱えてここまで来た。大潮の夜、浜辺。少しでも遠くへ、少しでも海深くへ。己の命を削り、何度でも挑む赤手ガニ。命をつなぐ感動巨編、ザッパーン。俺は赤手ガニ、常に濡れている。セクシーだろう。でもな、俺濡れていないと死んじまうんだ。俺のこと知ってるかい？知らなくてもいいさ。俺は俺だ。大島では人の家の近くでも暮らしているからな。おそらくみんなに知られているはずさ。たまに人の家に迷い込んじまうけれど、本当は河口域の湿地が好きだ。日本では岩手県以南から沖縄、遠く台湾や中国北部にも生息している。大体穴に住んでいる。探すんじゃねえぞ。俺はオスだ。オスとメスの違いを教えてやろう。腹を見るといいんだ。メスは卵を抱えやすい作りになっているんだ。よくできている。春から夏に交尾を終えて、メスはお腹に卵を抱えて歩くんだ。3ヶ月くらいで孵化するんだが、すげえよな。ずっと卵を守っているんだぜ。かっこいいよな。俺もメスに生まれたかったぜ。7月から8月にかけてメスが幼生を放出する時期を迎える。
この時に翼道路を横切るカニがいる。お腹で孵化したゾエア幼生を海に放出してやろうと必死なんだ。あいつらよ、海しか見えてないんだよ。頼む、気をつけて運転してくれ。7月から8月の大潮の夜に満潮に合わせて赤手ガニのメスが海岸に集合します。お腹の中で孵化したゾエア幼生は外界に耐えられるタイミングで海に放出されます。あまり深い場所で幼生を放出しますとカニが溺れてしまいますし、反対に浅い場所ですと海にうまく幼生が流れていきません。最高のタイミング、最高の場所で幼生を放出するために赤手ガニは何度も転がりながら場所を選んでいるようでした。海に放出されたゾエア幼生は脱皮を繰り返し、10月頃沿岸部に上陸します。寿命は数年から十数年と言われています。赤手ガニは長時間水に浸かっていると溺れてしまいます。エラに湿り気が少しでもあれば元気に動くことができます。エラ呼吸した水を口から吐き出し、腹部の脇を伝わせます。こうすることで水が空気に触れるので酸素を取り入れることができます。そして空気に触れた水を足の付け根から再び体内に取り入れるのです。よくカニの口元に泡が見られますが、これはこのように水を循環させていたからです。しゃべるじいちゃんの口元にたまる泡とは違います。赤手ガニには立派なハサミがついています。オスのハサミの方が大きいです。赤手ガニのハサミは強いのか切れるのか実際に実験してみましょう。では早速やってみたいと思います。このまま挟ませてみましょうか。どうぞ挟め。鉛筆です、鉛筆です、鉛筆です、挟め、ほらどうだ、挟め挟め挟め
挟め。次に紙を実験したいと思います。ハサミといえばやっぱ紙を切るので、これが切れるか試したいと思います。あ、直近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 、切れてない。実験では赤手ガニは鉛筆と紙を挟んでくれませんでした。成田水族館の実施するカニ釣りでも、平磯ガニに比べ赤手ガニは餌の食いつきが悪いので、何かあるのかもしれません。しかし実際に私がカニに挟まれた時の映像があるので、そちらをご覧ください。見えなくった。ちょっとやばい、ね、とても痛い。がっちりと挟んでいます。とても痛い。OK ですか。よくお客さんからカニが死んでますよと言われることがあります。でもよく見てください。空っぽでしょう。これは赤手ガニの脱皮からです。水を張っておくと誰かがいつも脱皮します。飼育員の朝の仕事は脱皮からを片付けることです。赤手ガニは雑食性で、動物の死骸から植物まで何でも食べてしまいます。赤手ガニはよく家の中に侵入してきます。どこから侵入してくるか分かりません。先日私の家の2階にも侵入してきました。靴を履こうとすると赤手ガニが隠れていることがあります。大島あるあるですね。靴を履くときは気をつけましょう。俺は陸も好きだし海も好きだ。海と陸はつながっているからな。俺は俺だ。